ヒューイチビジョンアゴー。見つからんね、なかなかね、この音楽がね。またなんか聞こえるね。何の音かいな。いやでも聞こえるんだよね、呼ぶように聞こえてくる。いやだからカラスの鳴き声じゃないって。なんだろう、うわ忘れてたよ。 F に Go to マクドナルド。いや忘れとった、急ごう。すごいすごいすごい、急げ急げ。11月2日からの発売で間違いなかったよね。すげえすげえ。よし、これで OK だ。行くぞ。よしよしよし。うん、やっぱこいつが泣いてたんです。どうもリーチです。今回ですね、チーズカツバーガーをね、ちょっとね、食べようかなと思って買ってきました。よし、じゃあ早速ね、ちょっとね、またいつものように解体していきたいと思います。それではね、チーズカツバーガーが解体する準備ができたので、早速ね、解体してね、中身をね、説明していきたいと思います。そしてその後に食べていきます。はい、それではですね、早速ちょっとね、まずはこのスリットカットの入ったごまが乗ったバンズをね、外していきます。ここの部分かな。うん、スリットって多分このごまの部分だと思うんですけど、バンズをめくったらですね、このシャキシャキのね、キャベツの千切り、これがね、中にね、入ってます。で、おそらくですね、このペースト状のソースはスイートレモンソースだと思います。そしてこれがメインのですね、チェダーチーズを真ん中にインしたカツがね、入っています。このチェダーチーズがインしたカツをめくると、はい、見えてきたのがですね、これブラウンソースですよね。あとはもうこの一番ベースとなるね、バンズが下にあるっていうことで、それではね、早速ね、ちょっとね、食べていきたいと思います。はい、ということでね、早速ね、ちょっと食べていきましょう。前回発売されてる時に比べると、中身がね、進化してるらしいんですよね。なのでね、それもね、踏まえてね、ちょっとどうなのかっていうのをね、ちょっと楽しみながら食べていきたいと思います。うん、うん、チーズカツがね、サクサク、うん、で中からね、チェダーチーズがね、とろっという感覚でね、出てきますね。うん、これはね、非常に美味しいですよ。で、ちょっと近くにね、マックがあるんでね、あったかくてね、いいですね、やっぱね。もう近くからね、買ってきたんですよ。うん。うん。ちょっと。あのね、いいね、このキャベツがね、シャキシャキと。ブラウンソースもそうですが、スイートレモンソースがね、いい仕事してますね、これね。チカッパイうまかー。え、コーラ。いやー、このチーズカツバーガーにね、やっぱりコーラですね。最高に美味しいです。うん、サクサク、いやー、いいね、ブラウンソースいいね、うまいね。うん、もうなということでね、
非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでね、もうお時間となりました。もしこの動画がよろしければ高評価、拡散の方よろしくお願いします。そしてまだチャンネル登録がお済みでない方、説明欄よりチャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。パソコンでご覧の方、エンディング中チャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。それではまた、さよなら、さよなら、さよなら。いや、美味しかった。機会があればまた食べたいね。それじゃあ。